こんばんは、満月堂のみょんです。今朝の朝立ちチェック、それから持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、やってきてくださったでしょうか。健やかな勃起は健やかな体づくりからです。コツコツ毎日地味ですけれども、課題一緒にやっていきましょう。今日はですね、コンドームも破れますっていう話をします。皆さん、性行為の時に楽しい性生活を送るためにコンドーム必須ですっていうのはいつもお話をしていますし、実践してくださってると思うんですね。一番ポピュラーな避妊具であり、手にも入りやすいし、性病予防とかの効果も高くて、信頼を置いてる人も多いと思うんですね。なんですが、コンドームの動画の時も話をしたんですが、実はコンドームの避妊率は 85% と言われていて、7組に1人が1年間に1回ぐらいはきちんとコンドームを使っていても妊娠しているというデータがあるんですね。じゃあなんでコンドームつけてるのに妊娠しちゃうのというと、実はその失敗の理由の一つとしてあるのが、コンドームが破けているっていうことなんですね。その可能性が高いということなんですよ。で、事実、行為中に破れてしまったっていう経験をした人もいるんじゃないでしょうか。ということで、今日はコンドームが破れてしまう原因について紹介していきたいと思います。コンドームをしているから安全っていうわけではないんですね。ドキッとした方、これからコンドームを使って性行為していこうと思う方、ずっと死ぬまで楽しい性生活を送りたい方、最後まで聞いてください。コンドームの素材なんですけれども、3つあります。これ前も紹介しましたけども、1つ目がラテックス、そして2つ目がポリウレタン、そして3つ目がイソプレンラバー。この3種類がだいたい使われています。一般的にラテックスとかイソプレンラバーのコンドームというのはこう伸びやすいんですね。なのでこう引っ張る刺激には柔軟に対応できるんですよ。なんだけども、逆にポリウレタン製のコンドームというのは伸びにくいんですね。この前ね、コンドーム比べの動画も出したので、ぜひそちら見てください。実際にこう伸びると、ビヨーンビヨーンに対して、こう、ブックっていう感じで、伸びにくいので、破れる可能性があるそうなんですね。あとは、素材にこだわらず、0.01 とか、薄い方はどうしても破れやすかったりとか、あとは、強度を重要視するなら、やはり若干厚めのタイプの方が良い、というふうに言われております。じゃあですね、ここから素材の話をした上で本題、コンドームが破れる原因ベスト3です。まず1つ目が保管方法です。これ案外見過ごしてる方が多いんですよ。消費期限が切れている、これも危険です。それから高温の場所である、よくね、車のこのダッシュボードに入れてたりするんですけど、真夏とか暑いじゃないですか。ああいうとこに入れておくと危険です。それからカバンの底とか財布の中、これも NG です。なぜかというと、カバンの底ってなんかペン入ってたりとか、財布の中身もカード入ってたり小銭入ってたりしますよね。そうなると摩擦したり傷がついたり、袋の外からこう刺激がいって中のゴムが傷ついたりするんですね。なのでカバンの底や財布の中というのも実は NG なんです。それから冷蔵庫もあまり良くありません。こういう保管方法をしているとコンドームの劣化っていうのが出てきます。これは以前コンドームの動画にももっと詳しく説明しているので、ぜひチェックをしてみてください。で、この1個入りの個包装ありますよね。このままで持ち歩くのではなく、パッケージに入れた状態で保管するのがベストです。コンドームが破れる原因2つ目、取り出す時、袋ピッて開けて袋から取り出す時に爪とか歯とか、あとピッてしたこの袋の切り口などでコンドームを傷つける場合があるということなんですね。これは薄ければ薄いほどなおさらですよね。なので開けるとき、つけるときも慎重に爪を立てたりしないようにすることが大事です。コンドームが破れる原因3つ目、使用時です。コンドームを2枚重ねて使ったりとか、あとは精液止めのとこありますよね。そこに空気が入ったままだったりすると破れやすくなるんですって。ご存知でした？コンドームが破れる原因4つ目がですね、サイズなんですよ。サイズが合わなくて
大きすぎても小さすぎても破れることがあるんですね。なのでまずはご自身のペニスのサイズを把握し、箱の裏にサイズ何センチから何センチとかって書いてますね。それをチェックし、そのサイズを使ってみる。きついなとか緩いな、抜けてしまうなという場合は同じサイズの違うメーカーを試したりとか、同じメーカーでも L だったら M というふうにワンサイズ下げるとか、そういうふうに調整をして、マイベストコンドームぜひ見つけてください。それが一番安心への近道です。5つ目、これやる人いるのかな。コンドームの再利用、若い方はいるのかな。コンドームっていうのは装着した瞬間からこう体温に一番近いので、体温によって劣化が進むというふうに言われているんですね。なので一旦挿入したコンドームを数十分後にまた利用すると破れるリスクが高まる。それはそうですよね。こう伸びちゃってるじゃないですか。お気をつけください。はい。ということで、コンドームが破れやすい原因5つについてご紹介をしました。コンドームをつけて避妊をしたりとか、性病予防を心がけていることはとても良いことですし、それをすることがスタンダードになることがベストなんですが、コンドームをつけているから安心というわけではないんですね。実際にコンドームをつけていても、破損して破けて妊娠に至るというケースもあります。保管場所、それから取り出す時、そしてサイズなどにはくれぐれもお気をつけください。そしてコンドームをつける時にも、ビンと張った元気な勃起力を持ったペニスになるためにも、いつも話している持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、ぜひ毎日コツコツやってください。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって勃起力に大事な男性ホルモンの分泌が高まります。そして見た目もシュッとすると異性からも同性からもかっこいいなって魅力的ですので、ぜひ毎日やってください。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね。これら本当に滞っている方がたくさんいらっしゃいます。全部直そうとしたらそれもまたストレスになっちゃいますので、一つずつちょっとでもいいので改善していくというふうに心がけてみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスももうセットで両方大事です。寝る時間が短い、寝る時間が遅い、翌朝起きてもしんどい、こういう方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、勃起力を育てるための睡眠時間は最低でも1日6時間です。これ絶対死守するようにしてみてください。そして疲れが取れない時などは満月堂のふんどしパンツ、それから玄米ホットアイマスク、チンして目の上に乗せて使います。これらの力を借りて、もう瞬間で爆睡っていう風に日々習慣づけてみてください。では次の動画まで課題コツコツやってきてください。満月堂のみょんでした。バイバイ。